よく言われるんですが、紅一点というんですが、男性一人両手に花ということでですね、今回は日本橋モノロジー事務所の小橋きぬこさんと、木村静江さんと、支えていただきながら日本橋モノロジー事務所のご紹介をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。私たちは日頃から心遣い、心の使い方を勉強しています。学んで気づいて実行するとですね、非常に心地よい、充実感を味わえるようになります。勉強するというとですね、なんか堅苦しい、なんかこう大丈夫かなというような気持ちになるかもしれませんが、さてどうでしょうか。このようなものを用意してまいりました。皆さん、この四角の中に何が入りますでしょうか。はいはい、はい、喜怒哀楽ですね。この喜と楽、どちらかというとプラス思考でありませんか。丸い方が四角いより角張ってなくていいですね。で、四角い方はこちらです。喜怒哀楽の怒、哀ってどんな感じですか。怒ってたり悲しいとかですね、それはどちらかというとマイナス思考でありませんか。で、私たちはこの心の使い方を、実はいつでもどこでも誰でもどちらの心を使っているように思います。例えばこっちの心でいるときに、このプラス思考の時にマイナス思考の心になれる方いらっしゃいますか。あるいは同時にこのプラスとマイナスを使える方いらっしゃいますか。同時に使える方はいらっしゃいませんね。どちらかというとこっちマイナス思考かプラス思考、楽しいか喜ばしいか、あるいは怒っているか、あるいは悲しいかという、どちらの心が使われているかというのが一日の皆様の心の様子ではないでしょうか。私たちはどちらの心を使って一日を過ごすかということを勉強しているということがここから分かります。この4つの四字熟語を4つの情と、4つの心と言いますが、この他にも思いやりの心や感謝する心、そして自分のことは自分でするという自立の心というものもございますね。というように、私たちは一人で生活しているのであればこういう心の使い方はしていませんが、残念ながら私たちは一人では生きていけません。どうしても人と人との関わりの中で関わり合いながら生活しています。家庭、地域、職場などで皆さんはどのような心の使い方をして生活過ごしていらっしゃいますか。そうした中で人間関係が良い悪いということは人生を送る上でとても重要なことではないでしょうか。そこで今回は皆様のお手元にニューモラルというものをお届けさせていただきました。こちらお手元にございますか。このニューモラルは月刊誌です。心を育てる月刊誌ということで毎月テーマがあります。家族の中で、職場の中で、地域の中で人間関係を豊かにするヒントがたくさん詰まっています。より良い人間関係を築いていくためには、より良い自分を育てていく、そしてより良い心遣いの積み重ねがより良い人生を作っていくと教えられております。今月の6月号は見えない心遣いを思うということで、
私たちは形あるもの、見えてるもののみならず、見えないもの、形のないものを大切にしようという勉強をいつも心がけています。もちろん勉強することのみならず、今回は、世代を超えて心を寄り添うということで、10月25日10時30分、午前10時30分から4時、中央区立女性センターブーケ21、こちらでセミナーを行っております。お二人ともそのポスターを今日はお持ちしてですね、ぜひ心の使い方を学んでみたいと思います。皆さんご興味がありましたら、ぜひ今年の10月25日土曜日にですね、午前10時半から午後4時まで、ぜひこのブーケ21、また私たちのブースが3階の視聴覚室でお待ちしております。私たちは人間関係の中でより良い人間関係を築いていくために、より良い自分を育てていく、そしてより良い心遣いを積み重ねてより良い人生を作ると、このように先ほども申し上げましたように教えていただいております。そういった意味では皆さんとご一緒に勉強したいと思います。皆さんとご一緒に気づいて実行して、心の豊かさを体験していきたいと思っております。さらにご一緒にこのニューモラルの輪を広げて、いつまでも安心安全な町中央区でありますように、心よりご祈念を申し上げております。それでは3階視聴覚室で皆さんお誘い合わせの上お待ちしておりますので、どうぞお越しいただきたいと思います。今年のテーマは、世代を超えて心寄り添う世代を超えて心寄り添う、こちらでございます。身に染みるテーマですね、若い人にも伝えていきたいです。そうですね、でも若い人の声もみんな聞かないと ね、 そうなんですよ ね、 ね、まあ、こうだあだと押し付けるばかりじゃいけないと、ね、いうことですよね。心が作る人生です。そうですね、はい、ありがとうございます。どうも。